武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、龍谷大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、理工学部が、90分で、大問4題、ね、農学部が60分で大問4題という形になっています。で、まあ、問題が農学部の方が少なめで、理工学部の方が多めですねという形になっています。で出てる問題に関して言えば、まあ、基本的な問題が、非常に多く、まあ、日大レビューの参考書で十分対応できるでしょう。ただやはりどうしても問題数が多いので、あの範囲は広くやっておかないといけないと。なので、まあ、苦手範囲などなったり、あったりすると、まあ、その分野であの結構、問題それなりに出てくると思うので、まあ、取りこぼしが非常に怖いかなという形ですね。なので、まあ、前半しっかり網羅できるような、まあ、セミナーだったりリードライトノートだったりというような問題集をしっかりやっておく、薄いものでやるというよりは、まあ、広く対策をしておいた方が、いいかとは思います。で、計算問題、知識、問題どちらも、しっかり出てきておりますので、まあ、一通り講義系の参考書などもしっかり読み込んでですね、理解も深めておくように、心がけていきましょう。で、ものによってはちょっと難しい問題が出てたりもしますが、そうは言ってもただマーチレベルやるほどまでかと言われると、まあ、やっといた方がそれ満点本当に狙いに行くぐらいなら、っていうのはありますけれども、基本的にそのためにそこをやる必要があるかと言われたら、それよりも確実に取りこぼさないことを優先して学習しておこうがいいかとは思います。以上が、科学の勉強となります。